台湾東業講師は台湾農産業で最大規模の企業。1946年5月1日に国民政府が日本統治時代の製党会社の台湾にあった資産を接収合併させて大東を設立した。1950年代から1960年代にかけて大東は大量の砂糖製品を輸出し、当時台湾の最大企業となった。大東は現在でも 台湾の最大の地主であり、農場を主に台湾各地に土地を所有している。台湾の砂糖事業は400年前のオランダ統治時代に遡ることができるが、最近では社用産業に属している。本業である政党の営業収入が衰退してきたので、大東は1990年代から多角的経営に乗り出し、観光産業、花の栽培、バイオテクノロジーや、 小売業を開始した。ガソリンスタンドチェーンを経営したり、台湾高速鉄路工師の株主でもある。目下、大東工師は、小売業、バイオテクノロジー、生地農業、畜産、商品販売、石油類販売、レジャー産業、砂糖等の八大事業部に分かれ、砂糖以外の事業は分社化して、持ち株会社化する方向に予定している。 資産活性化及び資源調達の瓶を図るために、2005年10月7日に臨時株主総会を開いて、会社の規則改定議案を通過させて、本社を台北市から台南市の大東東業研究所用地に移転し、同年12月19日に執務を開始した。昼頭省の重量計測所大東月間ゆかん、光東省カラス樹林東省の保存車両を、 収穫して、当初へと運搬する専用線から鉄道運営が始まり、台湾南西部を中心に最盛期は数百キロメートルの路線があり、一部では旅客輸送も行っていた。佐藤木備輸送が下火になり、カラス樹林東初で観光用トロッコ列車の営業を初めて人気となり、他の東初でも行うようになった。ありがとうございます。